はい、今日は腹広さんね。これ見てください。シュッとしたでしょ。お腹卵産んだんですよ。交尾から2週間。ちょっとね、交尾が失敗かなとかいろいろ心配してたんだけど、やっと見ました。産んだのは今から5日前、夜中。ちょっと撮影できなかったんだけどね。産んだ後ね、コオロギをバクバク3匹ぐらい連続して食べて、まあ多少はね、お腹が戻ったんだけど、かなりお腹がシュッとしてましたよ。朝見たらね、お腹がシュッとしてて、ひょっとしてと思ってね、見たらありました。この割り箸に産んだんですよ。ちょっと待ってね。こっからは見づらいけど、この割り箸に産んだんですよ。出してみよっか。この中に入れてあげる。きれいでしょ？オッケー。この割り箸の裏に産んだんですよね。もう産んでから5日経つから乾いてるとは思う。これですよ。これ。キサカキの葉も巻き込んで、卵巣が固まってますね。外れたぞ。外れた、外れた。OK。じゃん。発見したときはね、これ表面が光沢がなかった。泥の洗顔フォームとかね、黒い洗顔フォームをね、泡立てたときみたいな感じでね。これが5日後。下から見るとこんな感じ。上から見るとこんな感じですね。こうやって産みつけられてありました。重さはね、ちょっと待って。重さはこれ、卵付きが 5g で、卵巣ついてない方。これが卵巣ついてないのが 3.5 ぐらい。まあだから 1.5 グラムぐらいかな。湿度も違うし、割り箸の個体差もあるから、とは言っても2グラム。本当にざっくりですね。1グラムと2グラムの間って感じかな。すごい軽いね。すごい軽いよね、これ。要するにとても軽いってことです。これすごい軽いっすね。ちょっとオオカマキリの卵巣と比べてみよっか。ちょっと持ってくるね。よいしょ。オオカマキリの卵巣が、ちょっと待って、吸ってるんですけど、オオカマキリの卵巣がこれで、腹広カマキリの卵巣がこれ。随分大きさに違いがありますね。3倍4倍ぐらいあるよね。あとね、ちょっと触った感覚なんだけど、腹広カマキリの方が卵巣はね、詰まってて密度が高いって感じだね。大きさは3倍4倍あるけど、重さは2倍3倍ぐらいなんじゃないかな。そんな気がします。オオカマキリの卵の方はちょっと測ってないですね。まあ、今度機会があったら測りますよ。ってことで、腹広カマキリ。よかったよ、産んでくれたよ。
オスも喜んでんのかな。おい、オスに卵を見せてみようか。はい、おいで。この卵のオスです。自分の子供たちですよ。ほら、どうかな？自分の子供たち、なんかするかな？どこかいぶかしげに接近してます。何か面白いことをするか、割り箸から落ちれば、この子は役者ですね。と期待しながらカメラを回していたんだけど、素通りか。まあそうだよねまあそうだよね。よし、話も落ちなかったところで天然くんバイバイ。こっちがお母さん。まだまだ元気だし、卵また産むかな。かわいい顔してるね。以上、我が家の腹広カマキリが無事産卵しましたよっていう報告でした。ちょっと戦車乗ってみ。こう言っておいで。新しい膝掛けを入れて、中に入っていこう。入ったね。以上、腹広とカマキリ、卵を産みました。